ちょっと待って。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。すごいこれ。虫屋さんの後どうしますか？虫、今まだずっとついたままです。ずっとついたままで、虫が壁にベタって貼ったままで。ずっと壁にそう、ガムテープ置いてて、もしかしたら逃げてるかもしれないし、逃げてないかもしれないです。シールみたいにそうペタって貼ったんです。ペタって貼ったままで、でもレッスン今日は自主練に来ました。めっちゃ光ってないよ。光ってなかった。こうしたら何も背景ない人になる。え、すごっ。あ、こっちじゃない。ほらほら、なんかすごい白の世界にいる人みたい。今日の給食ね、なんか豚丼みたいな、豚丼みたいなやつが出ました。豚肉がたくさん入ってました。皆さん今日は何をしましたか？ゆいちゃんは、昼休みの時にケンドロをしました。ケンドロをしたんですよ、昼休みに。そしたら一回も捕まんなくて、
捕まなくてずっと逃げてました。今日先生がね、鬼だったんですよ。みんなにやってくださいって言われて、救急車で病院に、救急車で病院に、すごい怪我、すごい今日したこと、怪我をして病院に、剣の達人、太鼓の達人みたい。今日は中央区の赤坂を歩いていて、昆虫食の店なんてあんの？初めて知った。ごめんなさい、違うんです。違う。すいません、半袖そう、半袖です。右腕で全く、大丈夫ですか？右腕で、そうなんですか？大丈夫ですか？今日は暑かった。今日は朝は暑かったんですけど、帰る時にはもうなんか涼しかったです。ちょっと寒いってところもありました。寝るとき、寝るときが暑いんですよね、毎回。皆さん、22日と23日のオンライン握手会、皆さん来てくれますか？オンライン握手会、ゆしちゃんは、一部の1部の10時から11時のと、2部の11時から
12時の1部と2部でやります。皆さんぜひ来てくださると嬉しいです。待ってます。待ってるよ。くれますか。今回はいけないけど7月のオンラインは今日はありがとうございます。ちょうどね5月7日のそう1周年のロキセ誕生ロキセのお披露目から1周年経つんですけど、お話し会にはゆーちゃんが出れないので、皆さんぜひ他の高校生メンバー高校生以上のメンバーにお話ししてください。ロキセ高校生以上のメンバーほとんどだね、多分リンカ、エグちゃん、ウララちゃん、リチャッキー、カレンデン、レイヤちゃん、ザワちゃん、ナナちゃん、ヒーローですね。9人です。ほとんど出ますね。出れない子がひーちゃん、はんちゃん、ひなちゃん、いくのちゃん、はじここ、しおいちゃん、ここぺですね。え、ちょっと待って、誰か言ってない？誰か言ってない人いた？言ってない人いないよね。15人？ん？あ、ちゃんと合ってました。川島さんはあの違うんです。ゆーちゃんはさっき8+7をしてて、さっき9人だったのに8人って言っちゃって合ってました、人数。そう、あれ16人になったって思って数え直したら17人になりました。長さん、ハート1000個たくさんありがとうございます。宿題配信してる。おー、宿題配信いつも行きたかったな。行けなかったです。宿題配信行きたいな。みんなでメール来た。あ、今来た。もう送信したらちょっと遅れてくるんですよね。すぐに来るんじゃなくて遅れてくるのでご了承ください。告知がショールームやりますって言った後に配信してる時に来るかもしれません。なんか以前と初めましてする時はどんな話したらいい？なんか Twitter で見て推しになりましたとか、公演可愛かったですとか言ってくださる人が多いです。今度の明日も来るからねとか、お悩み違い今度の公演行くねとか、多いかな、多いです。ショールームとかで生きてる名前を言ってくれたらゆーちゃんは分かりやすいです。ショールームの名前言ったら気づそう。そしてなんか名前のところあるんですよ、オンライン世界の。そこで
自分のショールームで使ってる名前を教えて書いてくれたらわかります。いいちゃんの来てくれた人をね、あのメモしてるんですよ。あの54321で始まるので、5321の時にその人の名前を書いてこんにちはってやるんですよ。俺の名前ってわかる、わかります。あの毎回配信来てくれてる、そうコメントくれる人はあの覚えてます。たまにね、なんか自分のなんかそう自己紹介してくださいとか言ってくださる人が多いんですよ。そう自己紹介お願いします。そうでなんか自分の名前で何なんだよとか、そう例えばゆいなでお願いしますって言われて、ゆいなだよって言ったらファンの名前の人がココハにするじゃないですか。そしたらココハだよってくるんですよ、ファンの人の名前で。何なんだよって言ってくる人が多いです。そう、あの何なんだよって言ってくれると面白いんですよ。虫ってどうなの？あのそう、虫はずっと貼ったままです。今グムテープでピンって餃子で、あ、そう、めっちゃねアバター分かりやすいんですよ。この餃子のアバター分かりやすい、本当に。そうアバターで覚える時もありますし、名前で覚える時、餃子の歌。そう自己紹介したらね、それだけで時間来て終わっちゃう。それだけで時間来て終わっちゃう時もあるので、話したいことをそうあの考えてくださると嬉しいです。うん、虫と戦いいちゃいました。そう本当に今までなんかちっちゃい系の虫を怖がったことがなかったんですけど、初めてかわかんないんですけど、久しぶりに怖かったです。メモしていた、そうメモしてます、いつもいつもというか、そうときどきね、なんかバグってる人がいて、いーちゃんの画面とか真っ暗になった、いーちゃんの画面だったら皆さんの画面が真っ暗になったり、声が聞こえなかったり、なんか接続が悪くって声が途切れ途切れになっちゃうんですよ。なんかあ、お、に、わとかこんにちはって言っても聞こえない時があるので、そういう時は不具合があったらお問い合わせしてください。そう多分あの相手側もいーちゃんの画面が真っ暗になったり声が聞こえなかったりするんですよ。でも画面が見えてて声が聞こえないときはそう手振ってます。お問い合わせしてください。その時は
あ、それではそろそろ何時読みをしていきたいと思います。13位友和さんありがとうございます。11位ぽよぽよしさんありがとうございます。11位ひろたんさんありがとうございます。11位たかちゃんかものはしさんありがとうございます。9位ひかれびさんありがとうございます。8位よしのりすずきさんありがとうございます。7位赤いグリフォンさんありがとうございます。6位ゆいなたん大好きじゅっちさんありがとうありがとうございます。ありがとうございます。あ、変わっちゃった。ごめんなさい、ちょっと時間がないので、5位ワクさん、読めない方すみません。5位ワクさんありがとうございます。4位夏目下かひろさんありがとうございます。そして第3位はぐる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 ドカーンしょうちゃんです。ありがとうございます。えい。そして第2位はぐる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 ドカーン班長さんです。ありがとうございます。えい。そして第1位はぐる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 ドカーンポテチさんです。ありがとうございます。呼べなかった方、飛車ウォータンさん、ダルマインコさん、ありがとうございました。だね、呼べなかった方ごめんなさい。皆さん今日もね、たくさん来てくださりありがとうございました。それではカウントしておいていきたいと思います。1300人の方来てくださりありがとうございました。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。はい。